はい今日のお話はですね、えー、炭酸型 N ループで使える乾電池回路のお話です、えー。こういう形のものです。まあね、あの、これ、現在買おうとしても、新品ではあんまり手に入らないですね、実はね、これ。<laughs> これ両方ともね、フリーマーケットで、ネットのフリーマーケットで、えー、と探して買いました。 えー、まあねあの今は普通こういう回路って言うんですか電気の回路っては充電充電池型って言うんですかね充電池が中に入ってて、えー、使う回路の方が多いですかね充電型回路の場合ですねあえてこのねあの炭酸ル,ループ型にしたのはちょっと理由があってですねえー、これ回すと。 開きますでこんな風にね、えー、これ炭酸型の N ループ2本入れてますけどね今ね <laughs> これはねあの <laughs> 引き出しやすいように、ね、僕が勝手につけたビニールのテープですここねちなみにこれね、えー、左にスイッチをやると、えー、これでオンですねで右でオフですねそれで、えー、蓋をして使う時蓋をして えー、右回しとこれで使える状態でですねこれでオンにしてみましょうかもう一回。部にまあ光るんですね。えー、でこっち側だけが金属というかステンレスの面になっててこの裏側にね発熱体があの貼り付けてあるんですね。えー、っとね炭酸型ネループで使った場合は。 単サイドループって1.2ボルトなんで、えー、2つで2.4ボルトの直列の熱量なんですけど温度的に言うとね40度から45度ぐらいっていうふうに書いてありましたで実際にね、えー、こっちですとメーカー違いますけどちなみにねパッケージ見せておきますこ,このディズニーの方がこんな形のパッケージですねでもう一つ見つけたのは これ、えー、名前がちょっと違うんですけど、ハンドコンパクトボマーっていう名前になってますね。これはこっちですね。これ、色が何種類かあるみたいです。あとね、僕がたまたま今回買ったやつは、えー、っと、オンの方が1段階しかないですけど、オン、オフのオンがですね。これ2段階にローとハイが切り替えられるモデルもどうやらあるみたいですね。えー、僕はなんとなく、もうは、要はね、炭酸エネループなんで、 1>, 1 2トしか1本でないからねあのハイしか出力のパターンがない方がいいんじゃないかなと思ってこれにしたんですけどねちなみにこれねもちろんアルカリの炭酸電池日本でも動作しますただいつもいつも使うとアルカリの炭酸電池だとねえー、っと時間的にどのぐらい持つんですかね3時間ちょっとぐらいしか持たないと思うんですよだからこう結構不経済になるかなと思ってね炭酸型のエネループ これ、いや、にしましたけど、うん、要は充電し帰ると、あとは、普通、Amazon の中でもありますけどね、あれ、電池がなくなってしまったときは充電しないといけないですよね。この炭酸型のネループのやつにしてれば、炭酸電池のエネループ何本も持ってれば、すぐ入れ替えが効くんでね、こっちのがいいんじゃないかなと思ったんですね。ちなみにね、これをどうやって使うかですけど、あと、 まあ電源オンにしますよね。できればね、こういう袋ですね。これは、白金回路なんかによくおまけでついてる袋ですね。えー、それとかですね。こういうのを持ってないっていうんだったらこういうのですね。これ、ダイソーさんの中に売ってるペットボトルを入れる袋だと思うんですけどね。まあこう入れますよね。入れて、これをどうするかっていうとですね。 あったかくしたい場所に当たらないと思う方がいると思うんですけど、これちなみに今回一緒に買ったんですけど、ベストで背中にね、回路が入れられるベストです、これ。中を開けるとですね、ここのね、中の部分に、ここですね、ここベルクロが入ってて、このまんま、 ここ中にこう入れられらるんですね回路もちろんこれね使い捨て回路でもいいし白金回路でも入るしっていう感じの袋ですねこれが1つでもう1つ下側にもねついてるんで2つこれ入れられるんですねベストの内側にまあ、背中の部分にですねこれなら結構便利と思いませんこれをイン,ナこれインナーベストなんで要は 服の下に着るベストですねえー、っとこれもねネットなんかで見るとだいたい値段的にはそうですね1000高くて1500円ぐらいかな安くて1000円ちょっとぐらいで出てると思いますこれ、えー、これを一緒に使えばですね、えー、一種の電熱ベストにもなっちゃうんですねこれがねで これ単体でもまあポケット普通にポケットどれかズボンのポケットとかでもいいですけど入れて使ってもいいんですけどまああのベストにこういうふうにセットした場合は電熱ベストみたいになるんで便利かなと思いますねちなみにねえーさっきちょっと使ってみたんですけど1時間ぐらいね温度的に言うとですねこういう例えばこれ白金回路の類似品のモデルですけどまあ白金回路か白金回路と同様のモデルですね この場合の温度っていうのは本当あの暑くてこういうね袋にこう入れなかったら手でちょっと触れないぐらい温度上がりますけどこのねえエネループ探査2本入れたこの電池回路の場合はですねやっぱりね1時間30分以上かな経つと完全な発熱の状態になるんですけど。 えっとちょっと手で触るの嫌かなぐらいで結構温度上がりますねだから実際的に言うと感覚的な話で言うとですね白金回路が超熱々でちょっと触れないような温度になりますけどこれを10としたらこの炭酸エネループ2本入れたこの電池型回路っていうのは厚さとしては7ぐらいですかね。 でですね、こういう、使い捨て回路がありますよね。これのあったかさは2か3ぐらいですかね。だからめちゃくちゃ暑いのは、このもちろん白金回路タイプのものですね。で、その次がこの電池回路になると思います。で、春回路は一番暑さとしては弱いかなと僕的には感じますね。えー、そういうわけでね、えー 結構、このね、乾電池型回路をまあ買った理由ですけど、白金回路はね、一回こう火をつけてしまうと、長時間持つんですけどね。例えば、あの、部屋の中に入ってきたりすると、熱、もういらないんですよね、暑くてね。<laughs> こういう電池型の回路だと、こういうオンオフができるんで、こっちのが便利かなと思ってね。えー、それもありました。要はその、 熱くなってほしい時と別に熱くならなくてもいいよっていう時がね、使い分けがやっぱりあの、電池型の回路の場合は簡単にできるっていうことですかね。そこがやっぱりいいんじゃないかなと思います。まあこういうね、ベストも一緒に揃えて使われるんであればね、えー、した方がいいのかなという気はしますけどね。まあだから、ただこの、 熱くなる面が片面しかこれの場合ありませんのでね、そっちを自分の背中側のにやるということで使ってもらえばね、結構便利に使えるんじゃないかなと思いました。まあだけど、本当にね、すごく寒い時はあの、白帰回路ですね、こういうタイプののがいいと思うんですけど、まああの、 仕事中とかでね、外で寒いときだけこう使いたいんであればね、これ温状態にして背中に入れておくとかすると便利かなぁとは思います。えー、まあ、この春回路みたいなやつも使えるけど、これも一回風切って発熱させるとね、もう何時間も持つ代わりにいらないなぁと思うときも結構ありますよね、使い捨てイロね。それからすると便利かなという気はします。で、まあ、 炭酸型の N ルギープにしても理由さっきも言いましたけど繰り返しになりますけどね、えー、炭酸型のアルカリでも使えるけど不経済なのとですねあるいはよく Amazon で最近売ってる充電池、充電型の回路ですね電気回路あれもいいけどあれも結局は充電が切れてしまうとね、あのー、もう一回充電しないと暖かくならないのでその時間がうまく2つぐらい持ってて代わり番号に充電してて使えばいいですけどね それも面倒だなという人は本当、炭酸型のエネループで動くと本当炭酸のエネルギーを何本か持ってればですね、入れ替えてすぐまた使えるんでね、便利かなと思います。といったところでね、えー、まだチャンネル登録お済みでないようでしたらよろしくお願いいたします。ご視聴どうもありがとうございました。